せーの、ちょっとびっくりさせてから本日の企画はですね、なんと、うん、ファームの新商品紹介イエーイ。はい、皆さん、ジャパネットマンダローのお時間です。いや、ほんと長らくお待たせしてしまいました。待ってない新しい商品がちょっと何個かあるので、うん、そちらをちょっとご紹介したい。それはちょっと私は別目線で知りたい。そう、サイコさんにまだ見せてないものとかが大量にあって、ね、なんかチェックなしでゴーしたってことだよね。いや、まだ違う、ここで確認するんです、この場を借りて。あ、そういうことね。そうです、ちょっとだから通販番組とミーティングがちょっと待ってそういう目線で、で、ここで OK 出たら売れるっていう、そっか、そういう流れです。そういうことね。じゃあ早速いってみましょうか。早速一つ目、はい、こちらは新商品ではないんですけど、うん、再度ご紹介したい商品です、うん、こちら、パカリーン。あー、これ知ってる。パカリーン、ヤコウマのサブレ缶でーす。大人気商品、これ。大人気商品、うん、もうこの試食のタイミング、私何キロ太ったと思ってる。へー、出たらいい、美味しくて止めやめられない。かわいい、かわいいよね、これ。黒磯っていう那須にあるおしゃれなんか地域があるんだけど、はい、そこの駅前のパン屋さんでカネルブレッドさんっていうすごい有名なパン屋さんがあって、うん、まあ、もちろんパンも美味しいんだけど、私たち知ってたんだよね、このサブレ缶が美味しいっての。これは売れるぞと思ってもう国産の小麦粉を使ってる。そう、あの無塩バターとかブラウンシュガー使ってる。保存料とか使ってないから賞味期限は短い。うん、そうなんです。フードロスにつながっちゃうから、うん、私たちはちゃんと売り切れる量しか積まないって決めてる。なるほど。お客さんもそれ分かってるから、はい、すぐなくなっちゃうの。 EC に乗っけたら、うん、お二人で食べてください。大きい方ちょっとわざわざ言わなくてもないわ私はちっちゃい方だよじゃあいただきます。いただきます。うん、いい音、サクサクのいい音。これすごい美味しいんですよ。塩気があるの。そうなんです、絶妙の塩。甘いしょっぱいがここで楽しめるから、それが好き。ちょっとザクザクしてる食感も美味しいですね。ここティーカップあるじゃん。ティーカップある。ここにこうツンって添えるだけで、見て、うわ、おもてなしに最高じゃん。最高。え、これお家で出てきたらすごい。これ上がる、ね、ということで皆さん必ずお買い求めください。こちらオンラインサイトで発売しております。興味があればとかじゃないの。うん、必ずこれは、ね、これに関しては必ず一度は食べていただきたいからね。そう、そういうことです。すいませんね再入荷する商品がございまして、ってことは売れてるってこと。売れてるんです、大人気のこちら。パカリーン、こちらですね、ファームキャンバスミニトートです。これは売れてる。これはすごい売れてて、ちょっとリニューアルした部分があるんです。あ、パカリン、ここの止め、なんていうの。待って、お知らせがちっちゃい。ちっちゃい。やってくないよ。この子にとっては大事なの。パカリーンで全然分かんなかったから。だからちっちゃく言ったよ、パカリーン。言ってた、ちょっと控えめだった。控えめに言ったんですね。そういう、まあそれだけですね。これ。え、終わり。早い。中身を見せずに。中身は変わってないの。ついた。なんか貸して貸して、これね、本当に便利なの。なんかね。あとここも、あ、これサービスで渡さなきゃいけないでしょ。必ずこれ開けるじゃん、撮影中に。忘れない。だから忘れないだろうと思って入れといたんだ。あともう一個あった、ここちっちゃー。これは大事ですよ、この子にとっては。大事だね。トートバッグにうちでキーホルダーを販売してるんですね。キーチェーンをつけたいっていうお客さんの声がいっぱいあって、ここに通せるようにこれつける。あ、これはナイスアイディア。いいじゃん。いいですよ、ありがとうございます。じゃあ皆さん、こちら社長の OK が出たということで、こちらで販売させていただきますね。続いて、はい、こちらです、パカリン。このトレーナーです。今ちょっと頭おかしい人みたいな目で見てましたよね。このトレーナーです。これ私が着たかったのはこっち。アイムファーマーってことで作ったんです。これサイボさんがファーマーっていうトレーナー作ってよってしつこく言って1年前ぐらいから言われてて、私はね結構流してたんですね来る日も来る日もなんかね、うん、結構なスパンで言ってくるから、あ、本当に欲しいんだと思って作りましたでも一個提案なんですけど、はいはい、あのサエチャンネルのファンネームあったじゃないですか、うん、ファーマーいいんじゃないかなってずっと思ってて、ファンクラブネームみたいなこと。あ、本当サエチャンネルのそういう感じ。みんなどう、なんかいろいろさハエチャンズとか言ってハエチャンズよりはいいんじゃないかな、ね、え、じゃあそういうことで、お、初の公式グッズ。わお、いいの嫌そう、うん、まあまあでもしょうがないですよイエーイ
ごい気に入ってるから、私はこれ、確かに2色あるんです、みんな着てほしいと思う、ファッショナブルに着るよ。まあなんかシティで着てもいいし、うん、赤いちっちゃななんかショルダーとかで使いたいなとか、うん持たせてくるよね。これ何？これは新しいカラーの、まあ、巾着ですね。ファームの限定カラー、もうなくなり次第終了。あーなるほど、綺麗ですね。これもね、このね、これこのタンブラー新しい色でしょ。これこれはそう、新しい色です。パラパラやるのやめてもらって。そうそう、これね、あのお知らせするつもりなかったからさ、差し込みたくなっちゃうんだ。パラパラ、ちょこちょこ。これはもうほんと一押し商品。これでもそんなにね、マンちゃん積んでないからすぐなくなりそう。これサイチャンネルの時のスタッフトレーナーだからね。え、お買い上げしろってこと？うん。いやな、チャンネル。大田原とか、まあ皆さん寒いじゃないですか。寒い。冬使えるアイテム欲しいなって思って、バカリーン。え、かわいい。マフラー。ね、私、この冬、めっちゃグリーン好き。モリモリ感かわいいね。かわいいですよね。まだこれあのサンプルなのでファームのロゴとか入ってないんですけど、かわいいですね。この立ち上がってくれるマフラー、いいですね。嬉しい。え、これ2色？いや、あとブラウンとか、あのちょっと、うん、普通に使いやすいベーシックなカラーも入れようかなと。でもかわいい、この色。かわいいですよね。私の取っといて、これこれ OK ですか、社長？そっちの取っといてじゃなくて。あ、どういうこと？何？取り置き、あ、取り置きしときますね。やばいよ、私もこういうの作ってたわ、マイアパで。やばい、かぶってる。競合。ただ価格が違うわ、マイアパの方はちょっと一生もん価格。ああ。そこで選んでもらえれば。そうですね。あともう一個あって。はい。ラブリーマフラー。ストール。そう、ストールっぽい感じ。なこの裏のさ、こっちの可愛い。そう、両方いけるんです、これ。かわ、あ、やっぱり似合う。これ何、私に似合うと思って選んでくれたの？そうです。よしよし、もうよし自転車通学のみんなこれやわ。うん。そしてママたちは、うん、こっちでも可愛いし、あー可愛い、これ可愛い、可愛いじゃん。ちょっとブラウンで、まあ、ギリファームの商品かなって無理やり土の色と一緒じゃんだからちょっとファームでもおかしくないかなっていう。タガちゃん、あれ、あれ、ブラック、なんかあ、ブラックもあるんだ。え、そっちもいい。これペアルック、ペアルックできる。あ、いそういそう、札幌の駅にいいよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お買い上げありがとうございます。お買い上げ似合ってるもんな、うん、そう、試着して似合ってたら買わなきゃいけない部屋でこれをかけて、くるまってたりしたらめっちゃ可愛いかも。可愛いよね、マグカップ持ってさ、うん、ホットココア飲んでんの、うん、あざとーい、あざとーい、やってみる。え、まだあんの？あります。え、じゃあ私差し込んでいい、うん、ちょっとマンタロにさ、ファームのものばっかりさ紹介されたけれども、ジャパネットサークやっちゃっていい？どうぞどうぞ。じゃあ本日紹介する新商品はこちら。ペレー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 手袋。1,2,3,4,5,6 色展開のこの手袋、ただの手袋ではないんです。なんとこれ全て手編みです。アミマーさんという方たちが編んだ手編みの手袋なんです。アミマー、アミマーさん、アミマーさん、アミマーさんって誰？そう思いのあなたちょっとカンペ見ていいですか？とか宮城とかの三陸沖でさ、うん、大きな地震あったでしょ、うん、そこで被災した方たちがお仕事なくなっちゃった方たちが集まって、うん、編み物をしてそれを販売した金額が彼女たちの支援につながるっていうプロジェクトがあって、でそこで集まってる編み物してくれるおばあちゃんたちとかのことを編み物さんっていうんだけど、佐藤繊維さんっていう繊維の大きな会社があるんだけど、そこの方たちもこの編み物さんのテクニックとか技術をすごく評価されてて、だこの糸とかはそこの佐藤繊維さんで作られてるのはその編み物さんたちっていう、いろんなところの協力があって出来上がった商品なんだけど、かわいい、かわいいですね、今日のファッションにも合ってる、見て、かわいいかわいい色、いい色。せっかくだからユニセックスで作って、自分のためにもだけど誰かのためにもギフトで選べるようなカラーバリエーションにしてみた。だから1月2月とかだと何、バレンタインデーとか、おーいいですね、とか
上手ですね。こう季節系にこう結びつけるっていうね、うん、テクニック。負けてられませんよ、万太郎さんに。私もしっかりやっていかないと。はい、こちらのおしまいです。こちらのおしまい。私の番組なんです。もう次は私。最後。はい、お最後。バカリーン。お野菜クレヨンと塗り絵セット。やっと来たの？これは時間がかかった。そうです。これだって、うん、ファーム始めてすぐぐらいに着手したやつで、たくさんお子様もいらっしゃるから、うん、子供たちに本当は遊具とかあった方が楽しいかなとかいろいろね、うん、みんなで考えたんだけど、せっかく来てもらうんだったら何もないここを楽しんでもらおうと。ただちょっと暇になっちゃったなって時にお絵かきしてほしかったんだよ。で子供だから口に入れちゃったりするじゃん。で口に入れても安全なお野菜のクレヨンです。色が全部野菜からできてるんです。これちょっとまだあのサンプルなんで、本当はファーム仕様に変わるんです。あ、デザインがね。この外はファームの、すごい可愛くできてる。そうで、人参の色があるんですけど、オレンジね。これが那須ファームビレッジで採れた人参なんです。すごい、すごいよね。マジ？はい、これ見た人必ずお買い上げくださいで、この塗り絵がオリジナルの作っていただいて、うわー、でそれをみんなでおまさん見ながら塗り絵していってねって。ファームで、まあ、子供たちに空いた時間で遊んでもらいたいっていうのもあるんだけど、ちっちゃなお子さんいらっしゃる方へのちょっとしたギフトとかに持って行ってくれたりしたら嬉しいなっていう思いも込めて作ったアイテムかな。え、これは2つでセット？2つでセットでいいんじゃない？2つでセットでそこは今決めてなかったんで、セットです。はい、セットで皆さんお買い上げくださいということで、今日はジャパネット万太郎の商品紹介の回でしたけれども、はい、この YouTube を見終わってグッドボタン、チャンネル登録をした後に、うん、ナスファンビレッジオンラインストアに行って買い物を絶対する。もう絶対なんだ。はい、そういう流れです今日。すごいね、押し売りが強いね、ここのチャンネルもね。しょうがないです。興味あるものがあったらね、ぜひお買い求めいただいて、はい、ファームにもぜひ遊びにいらしてください。はい、ありがとうございました。またねー。